ブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りします。こんばんは、黒田理沙です。今日は今年オープンしたばかりの立ち飲み屋、角打ちデリカ天野にお邪魔します。地下鉄役員大通り駅から徒歩1分、緑の看板が目印の角打ちデリカ天野。店内はカウンター席のみ。おしゃれな内装は全て手作りなんだそうです。店主の天野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはどんなお店ですか？はい、食材にこだわり、ひと手間かけたお料理が楽しめる立ち飲み屋さんです。おすすめメニュー教えてください。はい、名物とろとろ豚バラ軟骨ぬか炊きです。おお、ぬか炊き。はい、僕の出身が北九州で、うん、僕の妻が鹿児島の生まれなんですけど、はい、鹿児島の方だとこの豚バラ軟骨っていうのをよく、ね、家庭でも食べるんですけど、うん、それを掛け合わせて名物にさせていただきます。いただきます。大ぶりなんですけど、すごいほろっとほどけていて、軟骨の部分は、ね、また食感が変わって、そうです、違う食感がダブルで楽しめて美味しいですね。ありがとうございます。この焼酎に合うお料理教えてください。はい、牛タンステーキブルーチーズソースです。はい、牛タンを低温調理して中までしっかり火を入れて、自家製のブルーチーズソースと絡めて食べていただいてます。いただきます。わあ、お肉も柔らかいし、独特なブルーチーズの旨味が、はい、この牛肉の味をこう引き立てて、はい、美味しいですね。ありがとうございます。うん、サクトロッと食感最高な牛タンステーキと爽やかな焼酎がよく合います。ありがとうございます。それでは最後に一言どうぞ。4時から飲みます。ひと手間かけたお料理とお酒をみんなで楽しみましょう。それでは天野さんもご一緒に、今夜もブルーで乾杯。こびきブルーの分解酒造の提供でお送りしました。